で、ここは白ですね。やっぱ、怖い、こ、シルバーの前に黒下で本格的に歯の上に。今回も苦しそうやったけど、なんかね、荒れ地のような世の中で。優しい顔。スタンド攻撃を受けている。特撮改造エキシビジョン。さあ、こんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットは、でーん、まあまあまあ、仮面ライダーガブですよ。これのね、前回クーガで割と好評でした。イートライダーシリーズやっていこう。今回はね、最近テレビくんの合併号の付録についてたご地蔵ありますね。印象的なご地蔵、炎に包まれるご地蔵、セイバーでございます。ガブがセイバーを食べるとどうなってしまうのか。これはどの本を読んでも書いてないですよ。この動画を見ないとわからないことでございます。で、これはデラックスの貴重な頭なので、まあ上顎、頭上顎どっちかな、わからへんけど、はい、複製したこれですね。で、裏のパーツもちゃんと作りました。あのね、透明レジンいつも使ってたんですけど、クリスタルレジンっていうね、すごい綺麗なやつ、高くなっちゃって値上がり、バコンで値上がりしたんですよ。なので、バーンってこれね、ウェーブレジンキャストのアイボリーってやつなんですけど、これね、なんとね、180秒で固まり出すっていうね、熱々になってくるんですよ。ほんで10分15分ぐらいでもう完全効果、スピード勝負のやつにね、切り替えましてね。そうするとね、まあスピード勝負はスピード勝負、急いでやらないとダメなんだけど、気泡が入りにくいんですよ。サラッサラなの、これすごいぞ。この破壊系 YouTuber のナミちゃんに教えてもらったんだけどね、これやっぱね、いつもと違うものにチャレンジする、冒険するってのは大事ですね。これでうまいことできまして、これを使っていくんですけれども、これ緑なので、これあの複製の時にね、まあいろんな可能性として、ちょっとカエルのガブちゃんっていうので、あの可愛らしめに、仕上げてみた。緑色、メタリック黄緑ですね。この色だと改造できません。ですから今回はですね、オープニング挟みまして、いきなり塗装ブースからスタートしますよ。はい、チャンネル登録まだの方、ぜひポチッと今すぐお願いしますよ。ワンネス、ワンネス。セイバーご地蔵すごい人気やね。近くの本屋にも在庫なくて、アマゾンで見てももうプレネついてるし、いや正直ここまでとは思ってなかった。さすがセイバーやね。最後まで見てね。さあ、今回キャンディー塗装していくんですけど、まず黒を吹きます。シルバーの前に黒下地、セイバーの炎を表現するには黒下地欠かせません。ほんで黒ガブのかっこよさよ。はい、この上にスターブライトシルバーを吹くことで、ギラギラのシルバー、もういぶし銀と言っていいんじゃないかな。けー、このテカリ輝きがちゃうやろ、かっこいい。よーし、やっていきましょう。まあ、このイートライダーシリーズというのは、セイバーご地蔵をガブが食べて、セイバーの、まあ、要素というかな、雰囲気というか、セイバーご地蔵を消化することによって、何かセイバーらしいものが生えてくるみたいな、簡単に言うとそんな感じなんです。で、まあ、オープニングでも言いました通り、あの、手元にセイバーご地蔵がないので、いや、すごい、やっぱすごい人気やな。たまたまか？たまたま僕の近くの本屋がたまたまなのか？ま、それはいいねんけど。ほんで、ちょっとこないだね、中古やホビーオフですごいもん見つけました。これすごいやろ、800円やって。うわ、これガブに使えるやんと思って、もう即決で買いました。そこ外してね、この辺のパーツを使っていくので、ちょっと卑怯かなっていう気もするんですよ。ちょっと気が引ける部分もあるんですが、多分調整は必要だと思うんです。というのは、この角度がさ、もう全然違うやん。こうソンソンっていう、セイバーはこの角でソンっていう、それに対してガブはっていうね。あのね、調整は必要だと思う。このまま貼り付けても雰囲気出ないんじゃないかなと思ってるんです。だから今回は簡単改造とはあえて言いません。なかなか大変なドラマが待ってるんじゃないかなと思います。じゃあまずね、これ分解しましょう。改造スタート。まあ、この角は簡単に取れます。で、問題ここなんですよね。これがね、接着剤いっちゃってんじゃないかなと思って、もうこっからどう外していいかわからないんですよ。どこをどうやればいいのか。いけた。これ見えるか、接着剤。やっぱつこたはんねん。なるほど。あ、こう下地こうなってんのね。これはこれでかっこいいね。へえ、これも外れんの。これも接着剤。外れないね。いや、これは使いたい。あー、怖い。あー、怖い。フワさん呼んできてほしい。フワさんならこれいけるんでしょう、多分。いやーっつって、怖い。これはビスかな、なんやろう。全部接着剤な気もするな。ちょっとニッパー入れてみよう。ここのほら、顔の皮というか顔の皮おかしいよね。ここはね、取れそうな気すんのよね。いや、怖っ。
またこれニッパー折れるで、またこれニッパー折れるで、またこれニッパー折れるで、どうしようかな。ここ切るか。顔はね、正直いらないんですよ。この顔なんとなくちょっと綺麗に割りたいなっていう思いがあって、溶かしちゃえばね、もうジュワーって関係なくいっちゃえば多分いけんねんけど、熱の力で。いや無理やな、もう行こう。ハンダゴティング、最近ちょっとハンダゴティングの顔が全部苦しそうっていうね。だからちょっと柔らかバージョンとかもやっていかなあかんな。今回も苦しそうやったりとか、なんかね、ああいうの良くないなと思って、こう一本化しちゃうとね、なんか一本化って貼ってる、ずっと一本調子になっちゃうと、なんかもうそれが、でも定番化する方が分かりやすいっていうのもあるからな。いやこの辺も全部溶かす、えらい時間かかるでこれ。どうやろ、もう割れへんかな。さあ、よっしゃ、いったこの赤いトゲトゲもセイバーの顔には必要だろうと思って分解してたけど、もしかしてなくてもいいのかな。ちょっと多少欲しいよね。これこうなるわけでしょ、ほら、やっぱちょっとトゲ欲しいよね。いやまたこれペンチでいったらパーツ折れるよな。いやでもこの辺は折れてもいいのか、多分この下まで使わへんな、きっとな。あー割れたでもいや、もうここまではいいわ、これはいい、いい、いい、ちぎる、ペンチ突っ込んでここを開けたい、こえー、よっしゃー、いった取れた。でこんな感じで、よし、やった。あー、いやー緊迫した、スリリングやったね。でこの目をここにガチッとつけるんだけど、ここいらないので落としちゃおう。これはもうハンダゴティングやね。ハンダゴティングもう顔がわからんようになってきた。優しい顔ってどんな顔？優しい顔違うな、優しい顔がわからへん。優しい顔ってどう、優しい人に出会いたい参考になる、優しい人に出会いたい、荒れ地のような世の中で優しい人を求むはい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 。でここをできるだけ薄くしてバーキッと、あ、取れた。まあ、取れていいか。取れていいわ。ああ、綺麗に真ん中では折れなかったよね。まあまあまあ、いけるでしょう。で、ここに、こんな感じで、目を隠す感じやね。おめっちゃいい、めっちゃいい。ちょっと大きいけどね。ちょっと大きいけど、まあこれ迫力ってことで、G17 を塗って、貼り付ける。グルーガンで補強して、よし、くっついた、くっついた。普段動画内で使わせてもらってるこの似顔絵ね。これはインスタで活躍中の子育て漫画家、母トリコさんという方が描いてくださったもの。必要最小限の綺麗な線で描いてくださってて、めちゃめちゃ使いやすいんです。普段名前も何も出さずに使わせてもらってますけど、母トリコさんありがとうございます。本当ありがとう。もうこのデータはね、宝物ですからね。これからも使わせていただきますよ。ほんま似てるよね。うまいわ。これ頭についてる剣、ちょっとここのラインを生かして短くしてみよう。なにぃ嘘やろ、嘘やろ、嘘やろ、折れたこの間と同じ方が折れたマジで。いやなんかパキーンってこの間と似たような音したなって思ってん今。しかも破片がここに入るっていうね。あっぶな、攻撃しに来てるやん。いやじゃあまたハンダゴティングでいくわ。またニッパー折れたやん。ちょっとマジで折りすぎじゃない。ご地蔵やないんやから、一回使ったらそれで天に召されるって。そんな感じ、ニッパーって。ちなみにご地蔵ちゃんを食べて、まあ使ってで天に召されるという表現は、あれ残酷でも何でもなくて、食物連鎖というかね、命をいただいてるんだという考え方で見てください。当たり前のことです。当たり前ですごく大事なこと。あれはね、いい勉強になると思うよ、ちびっ子たちね。これカッターでいく？ニッパーが召されたからカッターで整えるしかない。あ、取れたね。あ、よかったよかった、なんとかいける。よし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 、やった。カッターの使い方も覚えとくとこういう時に役立つね。よし、じゃあくっつけちゃおう。でーセイバーですよいやーやったやったやった、アクシデントを乗り越えてうまくいってるぞ。
クリエイターラビタン館紹介。今回は過去の作品の中からこれ、僕の動画でチラチラ名前出てくる破壊系 YouTuber ナミちゃんっていうね、友達ね、こいつがだいぶ前に作ったこの味のあるラビタン館ね、3年前かな、僕がこれナミちゃん家で見つけてむっちゃかっこいいなって言うて、そっからしばらくしてね、僕にくれたんですね、僕があまりにも気に入ってるから。それでラビタン館のバージョン違いっていうのはかっこいいなって思ったんですね。そして時を経て僕がクリエイターラビタン館をみんなから集め出すというね、まあ、そのきっかけになった館ですよ。めちゃくちゃ大事、やっぱ未だにかっこいいもんね。ナミちゃんありがとうね。そんな破壊系 YouTuber ナミさんは来年ものづくりの原点を求めてインドに旅立つそうです。うっそぴょーん。まあ他にも過去のラビタン館あるので今後もゆっくり紹介していきますね。みんなありがとう。よし、じゃあ次はここの歯を作っていきましょう。これはね、またまたアイデアありますので、フォトショップで作る工程見ていただきます。ズドン。さあ、フォトショップあんまり得意じゃないけど、まあまあ画面公開していきましょう。ライドブック、赤系のライドブックをまあ10種類ぐらいかな選んで、変身ベルトガブの画像の上に重ねていきます。これね、最初仲良し主要キャラクターのライドブック使っていこうとも思ったんですけど、やっぱ青とか緑とか入ると炎のイメージ薄れるなと思ったので、今回は選んだライドブックにストーリー的な共通点は持たせずに色味だけで選びました。これ全部のライドブックにストーリーも持たせられる猛者いたらぜひコメントで書いてほしい。ブレイブドラゴンやっと出ましたね。まあでもこうやって並べていくとやっぱ綺麗ですよね。トライケルベロスかっこええわ。まあええねんけど、ほんでライドブックの多分半分ぐらいしか歯として出ないだろうなと思って、下半分が出てもあんまり何のこっちゃわからないかなっていう気がしたので、ここで思い切って全部をひっくり返します。そうすると文字部分が見えて、まあ文字が大事ってことでもないんだけど、こっちの方が多分分かりやすいなっていう感覚ですね。これね、人それぞれあると思う。でまあ一枚一枚本格的に歯の上に合わせていってね、色味もなんとなく見ながら順番を決めていきます。で端っこはちょっと斜めにした方が可愛いし収まりもいいなって感じ でここで玄武神話敗退です。好きなんやけどね、色味で外れてもらいました。あとはガブを透かして歯の出方ね、こんなもんかなって確認して、消しゴムでいらないところ消していきます。で周りを真っ黒にすることで本と本の隙間も黒くなって違和感がなくなるかなって感じで、はい、大体できましたね。でこれを印刷すると、スコン、はい、出ました。うん、割といい感じじゃないかな。さあ、ここからカッターで切っていくだけです。まあ簡単工程ですけど、できるだけ本のカクカクした形を残した方がそれっぽいかなと思って、ビヤーって一直線に横着しないようにやってます。取り外してこんな感じ。はい、こんな感じで作った歯をこの複製した歯に貼り付けようかなと思うんですよね。G17 を塗って位置がずれないように貼り付ける、うん、でここにどうだ、ガチの、おお、いいいいいい、すごくいいぞ、すごくいいぞ。こういう感じか。あ、でもこれ塗装の時にあれやな、唇を塗る時にマスキングがここでき大変なので、先に塗っちゃおうか。この辺ももう一緒に塗っちゃおうか。よしよしよし、またまた塗装ブース行こう。顔の色もね、今回難しかったけど、まあ半分半分で赤と黒で行こうかなーって感じで、思い切ってクリアレッド拭いてます。で残り半分はブラックですね。ちょっともったいないなって気もしたけど、もう思い切って、でここは白ですね。やっぱセイバーのカラーリングとして重要なの白だと思うんですよね。さあ、歯にはクリアコーティングですね。 EX クリアあんま使わないですけど、今回は行きました。オス、オラヘンパウ。いやー、もう今回の動画はね、トラブルが多いわ。これもね、今見てもらってます、聖剣ソードライバーの持ち手をガブにくっつけてっていう工程なんですけど、なんとね、音が取れてなかったんですよね。これもね、絶対どっかにね、能力者が隠れててね、スタンド攻撃を受けている。音が取れていないじゃないか、ジョータロウ。なんかあんま似てなかったな。これもスタンド攻撃。いや、それでまあ解説しますと、もうあの完成品見せちゃいますけど、あのこうやってね、ここのパーツを外して、ビス外して、ちゃんと綺麗にそれを置いてあります。付け替えができるようにしてあって、これをズボッと刺すと、まあこうやって回るようにできましたよっていうことを一生懸命喋ってたんだけど、音が取れていないじゃないか。くそー、どんなことあんの。もうこんなトラブル続きは、でもね、動画としてはね、美味しいんよね。だからまあ良かったなって感じで、もうこのままエンディング突入しようか。当然これももう一回撮ってるんですけど、こんな感じでね、ほら音入ってないでしょ。まあ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 、完成でーす。でまあセイバーご地蔵持ってないので、ご地蔵実際ここに入れて、クレーンのジョーさんの解析動画から音を拝借して合わせるつもりだったので、そこはこのまま映像を使いましょう。ジョーさん見てる、ありがとう。Oh!
というわけでね、無事に、まあ、無事にと言っておきます、変身ベルトガブセイバーバージョンできました。まあ、これはこれでいいと思うんだけど、ちょっとね、ガブの顔の上に他のライダーの顔を再現するっていうのが、果たしてこのイートライダーシリーズにおいて正解なのかなっていう迷いに直面しています。なので次のイートライダーシリーズからは、こういう顔を再現するんではなくて、何か特徴的なパーツをくっつける、そのレジェンドライダーを構成する印象的なアイテムがここに出現するみたいな方向性にちょっとシフトしていった方がいいのかな、どうかなっていう感じです。でワンネスたちもね、なんか思うとこあればぜひコメントくださいね。いつもコメントありがとうね。あ、ちなみにこれ外すと、まあこんな感じでね、飾るにはまあちょうどいいかなって感じですね。はい、というわけで今回の動画も覚悟を超えた先に希望があったなと思われた方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう、ワンネス。ワンネスのズキュー。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。